登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからアウトドアコーナー、登るさん、はい、よろしくお願いします。ね、ちょっと、ね、メール読み忘れちゃったんで、うん、ごめんなさい、先に読ませていただきます。うん、はい、登るさん、すみません。はい、ブースカ、ブースカちゃん、こんにちは。ね、うん、暑いっすね、だってますよねと。ね、皆さん水分と塩分を取りましょうね。はい、取ってますね。うんうん、さて、50年前のビートルズですが、ネタがありません。あ、そうですか。うん、で、最近のビートルズたちにずっとお知らせしましょう。リンゴスターですね、7月7日に77歳の誕生日を迎えました。日本でのお祝いパーティーの画像をライブで送り、うん、リンゴ本人にリアルタイムに見てもらうという大規模なイベントがあり、成功したようです。おう、うん、そういえば7月1日は川崎 FM の誕生日でしたね。そうだったんですね。そうですか。ね、すごい。21歳になりました。21歳の川崎 FM、ね、素敵。さて、ポール・マッカートニー様です。うん、明日7月13日はライブです。おう、うん、アメリカツアーの真っ最中です。うん、それが7月末まで続きます。ね、7月中旬から10月頭までアメリカ公演、うん、後半戦か、後半戦が続き、うん、その後休むこともなくブラジル、コロンビア、メキシコへ、うん、11月から1月お休みして、12月は中旬までオーストラリア、ニュージーランドと、よく知ってるな、うん、おいらロトのスティックス当たったらずーっと追っかけますだって、うん、やりたいのですが、ブースコに許してくれるかどうか心配。うん、うん、なるほど。7月16日は日本百名山75座目すご、平賀岡ですか、平賀岳だ、うん、平賀岳を新潟に、新潟ですね、登ってきます。詳細はまた来週。はい、おっと、7月16日はスタジオ乱入しちゃうかも。いらっしゃい。はい、気をつけてね。うん、はい、チクロさん、こんにちは。こんにちは、チクロです。あ、内海さんのヘブンスドア聞きたいです。うん、あ、今度ね、うん、先週は失礼いたしました。正直に申し上げます。うん、曜日を忘れてました。その前にいきなりスタジオにお邪魔しまして、すいませんでした。いえいえいえ、楽しかった。うん、いやー、この前のランはものすごかったですね。人、目いっぱいだし、暑い。でもバカバカはやはり最高です。本当そうですよね。あんなに違う個性の音なのに、本当だったらぶつかり合いそうなのに、強烈が混じって溶けて重なって、私も聴いているみんなも一緒にくるくると幸せなひととき、至福のひととき、ああメンバーの皆様違うからバランスが良いのかなって、なんと音にもお酒にも酔っ払って全身で感じていました。わかるわかる。今お盆で追いまくられています。酔ってなくても目が回りそうです。早くライブに行きたいです。はい、今日はオンタイムで拝聴できそうなので、うふふ、聞いてくれましたか。はい、じゃあ、北郎ですね。うちみさん、あゆみさん、こんにちは、北郎です。なかなか喉の調子が良くならないので、とうとう、耳鼻科に行きました。あら、うん。だって夜になると咳と痰が出てきて、とても辛かったんです。うん、もう本当嫌になっちゃいます。あらあら、ね、けどだいぶ良くなってまいりました。うん、内海さんもえみさんも声を出す仕事ですので、はい、本当に気をつけてください。ありがとうございます。ね、うん、なんか私の周りで喉をやられている人が多いんですが、うん、今流行ってるんですかねと、うん。そうですか。まあいいか。うん、今日も鼻歌歌いながら草むしりをやってます。ああ、いいですね。はい、うん、はい、リトルレディ12歳のママさん、こんにちは。内海さん、えみさん、こんにちは。暑いですね。ちゃんと食べてちゃんと飲んでますか。はい、娘の話ですいません。いえいえいえ。あ、一学期もあともう少し、まあ、うん、期末テストも終わり、先日は一学期最後の大きな行事、ね、校外学習狩り川越で行ってきました。ああ、そうなんですね。うん、娘の学校は比較的穏やかなので、引率の先生なしで、うん、一日中5人ぐらいの班行動でした。うん、へえ。朝駅に集合して班ごとに電車に乗り、うん、いくつかのチェックポイントはありますが、うん、自分たちで決めたコースを回り、お店でお昼ご飯を食べて帰ってきました。おお、自分たちで。いい授業の一環なので、うん、下調べや後日のレポート提出もあり、おやつや携帯電話は禁止ですか。はあ、そうなんだ。遠足のようなもの、みんなとっても楽しみにしていました。うん、最初に聞いたときは大丈夫かなと思ったけど、いろいろ話を聞いていると、最近の中学校は楽しそうだなとまたまた思っちゃいました。はい、いいですね。なるほどね。はい、ありがとうございます。ね、さん、すいませんでした。食い込んでしまった。はい、はい、鶴巻のボールです、はい。はい、よろしくお願いします。はい、阿翔さん、お疲れ様でした。ね、はい、ね、なかなかありがとうございます。ね、うん、うん。曲。さっきかかっていたのが、うんうん、ファンキー・フォー・ジャマイカ、うんうん、トム・ブラウンですね。あ、やっぱり、はい、ね、ラッパーの元祖みたいな、はい、フュージョン・ファンクか、うん、ファンク・フュージョンか、そんなノリですね、はい、70年代後期、うん、はい、うん、して湘南海岸、うん、セット・モモコシ、オンショア・ビュービュー、うん、4メーター、うん、今日もっと吹いてるかもね、うん、まあ、悪いコンディションなんですけども、うんうん、
まあ、サップ無理にやらなくてもいいんじゃないですか、うん、みたいなあの、はい、まあ、この間ね、うん、サップじゃなくて普通のサーフィンやったりとか、ね、道具を変えて遊ぶっていう話してましたね、はい、提案なんで、まあ、4メーター5メーター6メーターになったら、無理にあのサップボードを使わずに、ノーマルのサーフィンとかやってみるのもいいんじゃないかなと思います、はい、スポンジボードファンボードとか、フィッシュボードとかちょっとボリュームのあるサーフボードを使えば、ね、まあ、うん、不慣れなサーファーでもまあちっとはいけるんじゃないかなっていう感じがするんですよ、はい、はい、で、まあ、あのしばらくこんなコンディションで、日本列島こう、本州に、はいはい、日本海側から、梅雨前線がかかってて、それがこう落ちてきて、そこに太平洋側から風が吹き込んじゃうから南風が吹いてるんですよ、うん、で波は上がるんだけど、面は整わないまんまなんで、まあ、そんな感じのコンディションがここ 2,3 日また続いてますよと。あ、で、まあ、そんな流れもあるんで、台風来ればいいなっていう感じなんですけど、もう3号1回来ました、ね、はい、そうですよね。水温はね、今 24.7 度、だいぶ上がってますっていう感じです。はい、湘南海岸ではね、湘南オープン2017っていうのがやってまして、昨日インターネット、今日もやってて、ネットで見たらライブやってて、まあ、スモールコンディションでもトッププレイヤーの方々エントリーしてるやつで、うん、あ、まあ、こんなに波悪いのにこんな技が出ちゃったっていう、もう見てるって。それ場所はどこですか？これはね、辻堂手前、辻堂、鵠沼の間ぐらい、松陽中とか松波とかってあるんですけど、その辺のエリアを規制して、あ、まあ、占領してやってますと。波乗りスポットではあるんだね。そうです、そうです、サーフスポットでね、そこでやってますよ。今言った、なんだっけ、湘南オープン2017、うん、ネットで見ると見れますよって感じですね。はい、はい、海水浴エリアが今みんな夏規制 で、うん、で朝の9時から夕方の5時までは、うん、サーフィンとかできないんですよ。あ、そうなってる、うん、で、まあ安全もあるんで、そうサーフボードでかくてフィンついてて危ないんで、 ね、あれ飛んでくると怪我しちゃうから、まあそれもあるから、うん、道具を変えれば、規制をしてるってことですか。スポンジボードだとか ボディーボードとか、それだったら OK なの。そういうのは OK なんですね。 あとはもうボディーサーフィン、ボディーサーフィンね、ハンドプレーンつって、手に浮力帯をつけて、体でビューっと滑るやつがあるんですよ。でそれなんかは、まあ、今言ったハンドプレーンっていうんですけど、ボディーサーフィンで、7月の13から19まで逗子のサーファーズでは、これの展示即売とか、まあ、これのシェーパーが出たり、新しい形ですね。いや、これは元祖、昔からあるんですか、うん、これのが始まりだと思います。あ、そうなん、サーフボードより前にビーチサイドで、はい、そうやって体を使って滑って遊ぶっていうルーツあったんだね、そういうのがね、はい、まあ今言ったね、そのハンドプレーン、はいはい、うん、なんつったらいいのかな、まな板のちっちゃいのみたいのを、バンドで固定して手にはめて、シュッと滑って、体がそのサーフボードの代わりになって、板の代わりで面を捉えると落っこっていくようなイメージ、そういうこう、そういうのは、じゃあ大昔はそういう遊びをしてた。そうですね。それがだんだん発展してきたんですか。だんだんサーフボードになったりとか、いろいろこう変わってきて。わかりました。はい。はい、9月の2日、うん、3日、千葉の、テッドサーフで、テッドカップ2017っていう、これはサップの大会なんかもありますんで、いすみ海岸です、うん、またこれは詳しく後でお願いします、はい、説明します。今日のゲストはリアクションシステムの発起人安岡阿翔さんでした、はい、来週は氏神一番さんです。はい、ね、皆様のメールもお待ちしております、はい、それではまた来週、はい、また来週、バイバイ、チャオチャオ、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。すいませんでした。ごめんなさい。はい、すいません。大丈夫です。